ちょっと待って。ちょっとカメラワーク、このゲームの。この壁の書類とか別に調べらんない。あら、人だ！クリス・レッフィールド。ああ、さっきのクソガキか。なんだよ、期待して損したわ。What are you doing here? クリス・レッフィールド。Is he a relative of yours or something? お兄ちゃんだけど、クリス。兄さんがどうしたの？兄弟なんだ。あんたの兄貴、アンブレラに監視されてるぜ。まあ、そりゃそうだろうな。なんですって？ねえ、バイオハザード1で洋館爆破したのが、クリスなんだから、すぐにレオンに連絡して監視されてることを伝える。よかった、外部アクセスできる。そこのファイルでこの基地の場所がわかるぜ。ここの場所も教えて兄貴に助けに来てもらえば。おお、いい考えじゃん。そうね、そうするわ。冗談だよ。あ、なんだこいつ。いくら兄貴でもここまで来るわけねえだろ。いや、お前は兄貴のことを知らねえんだよ。クリスだぞ。嘘だ。来るもんか。身内なんか当てにしたってバカ見るだけだぜ。あんたは何も分かっちゃいねえ。何その家族の絆みたいなのにコンプレックスあるタイプの人、何なの今の。なんじゃあいつ。そういうタイプの人間か。あ、なんかこうちゃんとストーリー性にも期待できるな。そっちじゃないんだけど、私が調べようとしたの。なんかバインダーあるなって思って、書類見れんのかなって思ったら、そこ開けると思わんかったわ。あ、これじゃない、 3D プリンター。なんかそうそう、鷹の何かをはめて開ける場所あったけど、鷹のエンブレム、これ金属っぽいから、このままだと金属探知機を通り抜けらんないので、これを 3D プリンターを通してプラスチックみたいなのに変えてから持ち出す。それだそれだ。このバインダーは何も調べらんない。あ、ここセーブできんだな。あ、インクリボンも金属探知機前に預けてきたけど、ここにもあるね。うわ、3つもある、助かる。おう、セーブしちゃっても良さそうじゃん。じゃあこの装置何？屋外シャッターのロック解除装置だ。あ、屋外シャッターって、あ、まあこれロック解除するだけだからいいよな。ロックがかかってますって一回言われたもんね。このシャッター解除しようとして。この別に調べるもんもうないよな。じゃあこの先別に進んでも良さそうだけど、一回セーブしとくのもありか。よし。三つあるからね、インクリボン。まあ、やっぱ数に限りがあるので、セーブは慎重にしなきゃいけないゲームだけど、昨今の作品と違ってね。まあ、一回ぐらい、ええやろ。はい、初セーブです。刑務所監視室。いや、ここはそっか、刑務所なのか。アンブレラの施設、なんだよな？おそらく。じゃあ、でもタイプライターはあるけど、セーブポイントはあるけど、アイテムボックスとかはないのか。レオンへのメールは送信済みだ。うん。レオンに何かを伝えたのね。ここの場所とか。ドアが押さえつけられている。こちらからは開けられない。おい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 、行けると思ったんだが。じゃあもうさっきの金属探知機の前のとこに戻って。そのシャッターのロック解除したから、そこまで戻れってことだ。でも あの小僧あっちの扉から行ったんじゃないの。まあいいか。じゃあここにエンブレムだよな。加工用素材をセットすれば、あれセットしたいんだけど、ここからか。一応調べとこうか。エンブレム、鷹の絵が刻まれたエンブレム、純金製のようだ。持って帰りたい。金高騰してるの今、金の価格。裏なんもないよね。このサイズで純金はそれなりの価値あるだろう。まあでもこれだと金属探知機をパスできないので仕方ないから、これを使うでいいのか。加工するための素材ではない。ここで使用しても意味がない。あれ、
このセットできないの？この装置にさ、操作盤だ、起動スイッチがある。スイッチを押しますか？押します。押してみたけど、これさっき押さなかったもんね。 3D データ化する素材を 3D スキャナーにセットしてください。あ、なるほど、そこか。あ、右のやつは出力する場所か。あっちは出力する場所で、ここにこれでしょう。さあ、起きましたよ。で、ここでスキャンする。スキャンが完了したら右側に出力する。いや、この時代の 3D プリンターでそんなすぐにはできないんじゃない？これ結構時間かかんじゃないの？3D データはすでに用意されている。で、こっから出力されるんじゃないの？あれ？お？あ、でも加工用素材をセットすればとか言ってるから、なんかあれか、プラスチックみたいな、なんかそういう素材がいるのか。あ、そっか、素材の何かをぶち込んでやらないといけないのか。それは今手持ちにはないかな。これ一旦戻るしかないのか。とりあえずこれは置いといて、じゃあまた探知機の向こうに帰ることになるね。じゃあもうこれ手に入れたりしたけど、グレネードランチャーの弾っぽいやつ、キュースプもこの辺一旦預けることになるね。ハーブ以外、これ帰り何も起きないよな。大丈夫だよな。行け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 、走れ。あ、よかった、何もないのか。ああ、ここはまだ何もないのか。いずれなんかあるかもしんないけど。あ、でもなんか、まあ、あの、なんかあの小僧小僧の名前なんかちゃんと覚えてないけど、あいつに会ったくらいで、あと鷹のエンブレムを見かけた。まあ、ここまた来ることになるな。なんか来る順番が違ったりしたかな。よし、これで全部回収したね。じゃあ一応ハンドガン装備しといて、なんかあの敵いっぱいいた食堂みたいなとこ、あれ行かなきゃダメか今。あそこなんかもう入った途端にいたから、なんかもう引き返してきちゃったけど、当然のように。まあ、行く必要はあんのかもしんないね。あー、でもここ通れんのか、ロック解除したから。うわ、これどっち行くのが正しい？あの食堂っぽいところとこっち。せっかく行けるようになったからこっちか。でもなんかあそこもこうなってくるとちょっと心残りではあるな。うわ、悩むぜ。でもここもう開けちゃったし行くか。マップ的にはどこだっけ、あの食堂って。あそこか、この辺行く必要あんのか。でも行き止まりっぽいからな。なんか貴重なアイテムあったりしたかもしんないな。まあ、ハンドガンの弾であったりとか。まあでもせっかく解除したので押しますけど、これなんか後ろのやつらの扉も開くんちゃう。ああ、話が、おお、全部全部、お、全部いったら、お、全部いったら、おい、全部いったら、おいこれ一回マップ移動挟んだらなんか全員の位置がリセットされたりとか、そういうことないかな。ゲームのシステムの穴をつくことをつい考えちゃうんだけど。どうなってる、どうなってる。ああ、後ろ向いてる。これどうだ、もうやるしかねえか。いや、ほっといていいわけじゃないもんな。やるしかないのか、これ。どういう状態、どういう状態、どういう状態。あ、来て、こっち来てるの、こっちに気づいてるってこと、君は。はいはいはい。いや、倒れろ倒れろ、お前ちょっと、弾きちるよ。俺は弾きちる男よ。よし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 、とどめさせ、とどめさせ、とどめ、くれ、とどめさせ、あ、とどめさせた、くれ、やった、ちゃんと床に血広がってね、やったってことね。弱え、ハンドガン、ハンドガン弱くないっすか。絶対5発くらいは撃つ必要あるじゃん。ナイフ併用してちょっとケチろうとはしてるけど。これ、はい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 、気づかれたね、気づかれたな。撃ちますよ、撃ちますよ。いいね。まあそこそこ連射は効くんだよな。んで、あー、起き上がろうとしてるよ、こいつ。おい、けーし、おーい
これがクレア・レッドフィールドだ。あれなんかあっちの方勝手に向くな。あっちに敵いるってことか。あ、なんか消火器ある。あれ大事なものっぽいな。これ何、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 うん、消火器取っていい、消火器、消火器を取りますか。イエス。でも消火器使う場面なんてあったか。おい、弾なくなる。もう弾ねえぞ。おい、こんな早くも弾なくなっちゃっていいの。いいわけないって。クレア、おい、クレア、もう撃つぞ。よし、来た。ここで弾を蹴散る。クレアは弾を蹴散る女。あ、いや、もう血広がってんな。いいのか。もうメニュー開く回数が多くて申し訳ないね。テンポ最悪で。でもこれが俺のやり方だから。じゃあ、いや、でもなんかあの中もなんかあったりしないか。ハンドガンの弾あったりしない、これ。え、でもなんかもう消火器だけ、ここ。ちょ、調べるよ。一応新しく手に入れたもんだから。これがあれば炎を消火できる。いや、炎見かけてないのよ。見かけてないの。あ、でも見かけたっちゃ見かけたか。トラックが爆発してアタッシュケースが落ちたとこ。あれでも炎って感じじゃないか。私はこれ何しようとした。俺今何中。俺知ってる人いる、俺が今何しようとしてるか。ちょっと待って、一旦マップし開いてみよう。そうだな、あの消火器があったガレージみたいな空間からもう広がってるとこ別にないもんね。ちょっと待って、あ、やばい、こいつ、あれ、俺に気づいたか。一応念のためもう一回こうしっかり丁寧に調べてみるけど、あ、もう本当にこれ以上なんもなさそうだな。そっかそっかそっか。じゃあ私行くから、あの食堂っぽい方行くしかないのかもしれんな。ないのかもしれんね。ちょ、待って、ごめんね。俺なんかもうさ、マップ開いてる間だけはこうさ、俺の聖域だから襲われることないから、すぐマップ開いちゃう癖があるの。もうなんか何回も見てる人は分かってると思うけど、反対側から南京錠で閉じられて、あー、あの南京錠のとこの裏か。これあったね、南京錠のとこ。ちょ、もうなんか出てきたら怖いから駆け抜ける方向でいい。こういけ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 、あー、逃げろ。うわー、あっちからも来たんだか。おいおい、クリア、いけ、クリア、止めんな、足止めんな。おらー、いや、でも入っちゃったけど、入っちゃったら入っちゃったでいるんじゃん、ここ。確かいるんだもんね。うわー、いけー、うわー、やめろー。やばい、結構食らってるかもしれない。どうしよう、どうすればいいと思う。弾9発しかねえぜ。やるかやるか、9発。え、でもいっぱいいるじゃん、ここ。おお、止まんねえな、お前。弾ケチで、もう今弾ないからケチで、グレアレッドフィールド、弾をケチで。よしちょっと待って、いいた、ステイ。あ、今弾あったな、今弾あった。ちょっと待って、狭い。おー、空間が狭い。よし、はあ、よかった、弾ある。ハンドガンの弾がある生活最高。よし、やってやるよ、これ。ああ、そんなに近づいていいとは言ってない。ちょっと待ってくださいね。はいはい、よし。ああ、今無駄に一発撃っちゃったかもしれない。弾消しで、グラレットフィールド、弾を消しで。おお、まだ起きていいって言ってねえぞ、こら。はいはい、これ当たってる、これ当たってる、これなんかあんま手応えがない。カチンカチンっつって、おお、お前来ていいって言ってないよ、まだ。でもなんかこれ全員倒しとかないと、あとあとやっぱめんどくせえか。食べかけの食べ物が散乱している。でもなんか別にここもう調べきったら来ることないかもしれんから、倒さなくてもいいって考え方もあるよね。使えるものはない。はい、使えるものないのね。あ、あれ、なんかもしかして鍵では、え、まだほのかに温かで、関係ないよね。刑務所の、あー、いるいる、すごいいる。うわ、こんな大事なもんあったのかよ。ちょっとその地図見せて、クレア。ちょっと私にも見せてよ。
まあもう一部屋あるだけで別に特別なあれはないか、ここ。なんか地図取ったはいいけど、もう割と調べきったな、この範囲に関しては。あ、でも B1 とかあんだ。うん、ちょっと待って、今敵の現在位置が把握できてないです。どこあいつどこ、消えるとかあんの。お、足音だけが響き渡るじゃん。え、もうちょっとそっちの部屋行っていい？いや、でも隣の部屋にもいる可能性あるからな。しっかりこれ弾装填して、絶対もっとスマートなリロードの仕方あるよね。メニューから安全にリロードしてるけど、リロードしようとして暴発しちゃった過去があるからさ、過去に怯える女になっちゃったよね、俺のクレアは。わあ、こいつ動くんちゃうん。あ、おれ、え、おれ、えい、なんだ、動かねえのかよ。なんかあんねん、囚人の日記。なんか大事な情報あるか。5月13日、異様な周期の漂うこの部屋、この蒸し暑さといい、時折屋根を叩くスコールといい、かなり南にある場所だということは察しがつく。あー、そっか、ここ島だけど、この島がどこにあるかって、まあ囚人は分かってないのか。二段ベッドの下にいるボブという男が話の合うやつだったのはせめてもの救いだ。紙とペンなんて囚人に与えられてたの？こんな手記とか当たり前のように残ってるけど、囚人なんでしょう。5月っていうけど今何月なんだ。まあ感染する前の刑務所。ボブから信じられない話を聞いた。彼はこの施設のアルフレッドという所長の元側近で、些細なミスをしたためにここに放り込まれたというのだ。アルフレッド、ん、所長か。へえ、側近でもぶち込まれちゃうのか。こんなところにいたら奴に何をされるか分かったもんじゃない。20日4日後、突然軍服を着た連中がやってきて、ボブをギロチン台の奥にある塔に連行していってしまった。明日の夜中そっと抜け出し、ボブの様子を見に行こうと思う。噂ではその不気味な塔に連行された者は二度とそこから出てこれず、その数日後連行された人数分の黒い袋が、処刑されたのか。黒い袋が運び出されるというのだ。ボブは一体どうなるのだろう。21日、翌日だ。あんなところへ行くんじゃなかった。塔から聞こえてきたのは何者かの不気味な笑い声と耳をつんざかんばかりのボブの悲鳴。あー、まあただ処刑されるだけじゃなくて、何かしらの実験の、人体実験の被験者にさせられたりとかしてたのかもしんないな。アンブレラだし。気がつくと私はベッドの上で丸まり、体中に冷や汗をかいていた。やがて日が昇ったが、それでもなお私の体は震え続けていた。まめに日記書くね、この男。6日後、27日、あの日以来部屋の仲間が次々と連行されていき、残されたのは私ただ一人。次はきっと私の番だ。私たちはアルフレッドのやつにもてあそばれ、殺されるだけのおもちゃに過ぎなかったんだ。まあ人体実験してるんじゃないかと勝手に思ってるけど、バイオハザードらし。今日もろくに眠れぬまま日が昇った。また長い一日が始まる。まあここで日記が終わってるってことは、この後ほどなくして彼も連れてかれたのかもしんないね。それがこの男の可能性もあるよな。いや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 、もう、おい、コツんじゃないよ。動いたりしねえよな。ハンドガンの弾いた。うわー、開けてきそう。今チラッと見えたが、ハンドガンの弾。おお、勝手にやるな。勝手にやるのはなしだよ。おちょっと、うわー、メニュー癖が出たわ。メニュー開いてる間はもう安全なんだもん。うわー、このまま一生を終えたい。ちょっと待って。向き変えて。よし、走れ。あ、走れないじゃん。ここもう行き止まりじゃん。どうすんの。どうすんの。クレアどうすんの。やれ、もうやるしかない。おー、撃てー、クレア・レッドフィールド。なんか今後ろからも出てきてなかった。嘘だよな。あ、後ろからも来てる。おー、いけー。マジ、おい、そいつも動くんかい。結局
ちょ、うわー、終わりだー。おお、ハーブ、ハーブ、ハーブか。あ、でも意外とまだ元気だな。結構ダメージ受けても大丈夫なんだな。まだファインなんだ。すげえ元気じゃん。くれよ、お前バリ元気や。これはもう弾使い切る勢いでピンチを抜け出すしかないのか。え、ちょ、どっちをどう打てばいい。はい、止まる止まる、へい止まる、へい止まる、へい止まる。で、おーい、よいしょ、弾をケチれー。あー、おら、あー、よ、これ当たってんのか。手応えねえな。あ、でも血が広がってるから BGM もやんだし、なんかすっごい光ってるけど、なにこれ。このま、うわー、大事そうなんか知らんけど大事そう。これあれか、あの、まあ、一旦弾装填、あ、間違えたわ。装填して、あ、でも弾なくなりはしないか。ハーブ同士を調合するのは当然あるよね。ハーブを調合しますか。あ、ハーブを粉末にして、これで拾えんちゃうん。何、キャリコ M100P 武器か。え、武器、え、なんかどういう武器、え、あ、何それ、え、え、なんかすごそう、すごい頭ある感想言っちゃったけど、うん、すごそう、すごそうじゃん。何これ、すごそう。え、何これ、ダブルマシンガン、え、どういう武器、教えて。大型の特殊なマガジンを持つセミオートマチックピストル、絶対強いじゃん。反動が少なく正確な連射が可能なハンドガンだ。あ、でもハンドガンなんだ。でもセミオートだから、まあ連射できるんだよね。え、絶対強い。これ、でも弾の装填できないのかな ?100% って書いてあるから、あの 100% を使い切ったら終わりで、次の、あれは、ない。え、なんかそういうことかな。良さそうじゃん、でも。じゃあまあなんかさっさと使っちゃった方がいいのかな。枠圧迫するし、取っといてもしょうがない感じかな。ちょっと待って、ここってどういう地形になってんの。なんかそっちの奥からも敵出てきたよな。おー、洗面用具だろうか。どうでも使い古されている。ちょっと待って、一応調べるよ。もう敵とかはいないもんね、おそらくね。いないもんね、いないよね、いないよね。いや、もうこの無意味なカメラワークがいちいちちょっと怖いな。あー、助かる。すごい、持ってくれ、ハンドガンの弾。1年分くれ。365個、1日1発。ここ、あ、こっち側はもう行けるとこないのか。あれ、でもなんか別にキーアイテム的なのはなかったね。その、なんだ?まあさっきの部屋で地図は手に入れたけど、地図は手に入れたけど、そう、なんかの鍵とかさ、そういうキーアイテムは別に手に入れてないな。これ、あの、アタッシュケースのとこ戻んなきゃダメ?ダメかもなー。まあ、ここででも、このマシンガン的なの手に入れたから。あ、そうだな。アタッシュケースの周りって、敵すっごいたくさんいたけど。あー!1K! 出待ちやめろ、これ!でもこいつも、あー、でもここもう用ないんじゃないの?ここもう用ないと見たわ。もうここ二度と来ない可能性があるから。ごめん、本当にこのね、メニュー開き癖があんの、もうご容赦くださいなんだけど、アタッシュケース取りに行くのはありだな。だからそれはもう、つまりスタート地点近くに戻るってことになるけど、スタート地点近くはセーブポイントもなんかあった気がするしね。一回、そうだな。あ、てか、この B1、地下1階ってあれか。スタート地点か。最初にクレアが独房にぶち込まれてた場所。で、あの、ドントムーブおじさんがいたところ。あそこの近くで、まあ、セーブはできるから。ちょ、そういえば、ここさっき犬いなかったっけ、このマップ。今ならいける？こっちならいける？向こう行ったらいるよね、多分。あれ、誰かいる、誰かいる。え、嘘だ、嘘だ。おお、やるぞ、俺は持ってんだぞ。
えげつねえ武器。あ、いるかもしんない。え、いるかもしんない。嘘、嘘だろ、嘘だよな。はっ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 は、すごいすごい、このかけてくる、かけてくる音聞こえる。え、いや、わーい、事件をしたかよ、これ。うおれー、やったか、やったっぽいな。あ、まだかけてくる、まだかけてくる音する。え、え、お、くんなら来い、おれ。お、そっちかーい。おい、はい、すまんな、生き物に罪はないと思ってるけど。ああ、よかった、とどめさせた。これでどんくらい減ったの。これで 92% か。まあ、あのアタッシュケース近くにたくさんの、それはもうたくさんの感染者がいるはずだから、これで蹴散らしてやれってことだな。そのための装備だな、これ。ゲーム的な意図を考えるとしたら、おかかってこいよ、おら。あれ、思ったより来ねえな。 あれこんなやついたっけ。あ、ここ、そうか、違うか。んこれ、ナイフでやれんちゃう。あ、おら、あれ、ちょっと待って、もうちょっと、うわー、ちょっと思ったんと違うわー。もう一人おる。あー、こっちは誰もいないよね。よし、来いよ、俺。いい武器あんだぞ、今俺。ちょっと待って、こう敵がいる方にある程度勝手に構えてくれんだよね。あ、じゃあそこで撃てばいいんだな。じゃあ、はい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 、はい、どうぞ、次の方で。あ、これあれか。弾たくさんあっても、やっぱこれさ、やっぱケチケチしたくなるわけ、ナイフ使ってできるんであれば。あ、でもこれもうとどめ刺してんのか。ちょっとピクピク動いてはいるけどな、信用してねえぞ。あ、でも見えづらいけど、一応これ血広がってんのか。大丈夫そうですね、大丈夫でした。いちいちメニュー開くことになるの、本当こう申し訳なさがすごいけど、見てる人に対して見づらくて。あ、でもなんかこの炎とかも消す意味あったりする。今消火器持ってるけど、私消火器持ってんだけど。運搬用トラックだ、壁に激突している。ここで例えば消火器を、え、使う、今は使う必要がなさそうだ。私もそう思ってたわ。よし、行こう、こちらな。あー、スタート地点近くに戻ってきた。かかってきな。そうそう、ここここここ、こうだったわ、こんな感じだった。おい、来いよ、俺。あれ、思ったより来ねえな。あ、後ろ向いてんのか。あ、すげえ、こんな、に、なんか、二つ、え、腕広げて二人同時に撃つみたいなんできんの、かっこよー。へい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 。あいよ。いや、でもなんかこれ、腕開く必要あんのか、ほんとに。くれや。俺は弾を蹴散るぞ。はい。あ、あ、あ、もう、もうやってそうだな。もうやってましたね。一時これメニュー開くのあれだよな、テンポ悪いよな、本当に。どこだっけ。あ、ライター使わないところも暗いな。でもライター装備したらね、あれだもんね、この燃えてるやつ。方、炎エンチャントゾンビ、炎エンチャントゾンビ、バリ硬いやん。やったのか、お、やったのか。まあ、こういう時のナイフだよな。わかんないもんね、これやってるかどうか。やってそう、やったー。ちょっと暗いからいいっすか、ライター。ライターつけてもそんな変わんねえな。すいません、全然思ったより変わんなかったわ、暗さ。おい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 、お前もしかしてあれか。いや、これは死んでるか、これは死んでるな。こいつもさすがに、あ、ここで消火器いるんじゃねえの。あ、おら、はい、あ、おら、はい、大丈夫です。よし、じゃあ、あ、ちょっと待って、こっち戻ったらセーブできんよね。一回しとこうかな。まあ、消火器使って火消して、その上でアタッシュケースをどうのこうのする流れだと思うんですけど、ただその前にね、ここでセーブができそうなので。いや、だってほら、なんだろう、そういうイベントを起こしたらさ、また新しい敵がムービーでバーンって出現してきたりとか、そういう可能性もあるわけじゃん。まあちょっと念のため、まあちょっと時間的に切りいいような気もするので、セーブして
あー、終わろうかな。ここまで1時間ちょっとぶっ通しでやってきたけど、一旦今回は終わりにさせてもらおうかなと思いますね。これ本当なんか武器をスムーズに切り替える操作とかないのかな。いちいちこのナイフに持ち帰るためにメニュー開いたりとかさ、自分でもクソだなって思いながらやってんだけど、まあこれはこういうもんなのか。ちょっと一応セーブはしたけどさ、あのドントムーブおじさんの様子見ていい？なんかセーブしたのに悪いけど、ドントムーブ、あれなんか様子違うな。あ、ドントムーブおじさん、あ、ドントムーブ、ドントムーブと、あ、よかった。いいわ、死んでんのかと思ったわ。目を閉じている。あ、止血剤は相変わらず欲しがってんのね。まあまあ待ってろ、持ってきてやるから。そのうち優先度はだいぶ低いけど。じゃあ、最初の場所に戻ってきたところで終わりです。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。